これはフランスのシャルドネだけどコートドールではなくシャブリベルジェのシャブリ。え、マジ？実習先ワイナリー希望してたのにどうして酒蔵なんですか？ワイナリー大人気でな、もうしょうがないから抽選で決めたんだよ。日本酒、確かに日本酒苦手なのに酒蔵ってきついよね。酒蔵の町、東広島市西条。おちょっとあんたが東京から来た実習生か。うちの酒飲んだことありますか？鯉のぼり。立花さん日本酒嫌いなんで。私どうしたらいいですか？実習受けたことにすればいいじゃん。あと使うもんが口出すな。私蔵に戻らなきゃ。ワインソムリエを目指すしおりが実習先の酒蔵で出会ったのは、いい香り。しおりさんは日本酒が嫌いなんじゃなくて知らなかっただけなんです。すごく合います。命が宿る幻の酒造り。この命なりで作ってもらえませんか？この蔵はお前の代で潰すんか？違う、この蔵を守るんじゃ。親父、うん、酒造りは命を育む仕事なんだよ。どうしへんかよ。分からん。苦手だった日本酒もこの町も愛おしいものに思えてきた。すっかり酒蔵の人っぽくなりましたね。自分こそワイン好きはどこ行った？そして見つけた大切なもの。一生忘れられない味です。恋のしずく。